浜 FC フリーキックです。先ほどはトリックプレーを見せてきました。今度はレアンドロ・ドミンゲスが放り込んでくるでしょうか。今を狙ったボール、いや今今日2ゴール目、ナイスボールですね。横浜 FC3 点目、ドンピシャリのボールでした。はい、まあ、ちょっと、ファー気味へのボールなので、まあ、キーパーも、出れる可能性はあるんですけど、はい、でもそれをちょうど出られないスピードと、まあ、カーブも含めてコース取り、はい、それによってやっぱキーパーも出れないですし、守備からすると下がりながら、はい、でマークをこう見切れない部分がこのボールによって生まれたと思うんですよね。